こんにちは、手作り倉庫です。こんな風にちょっと尖った形の細めの三角の底待ちというか底の切り替え布、これの型紙の説明をいたします。これ参考寸法ですから、これに数字を当てはめてご自分の好きなものを作ればいいんですけど、まずファスナーを20センチとしまして、高さ13センチのポーチにしました。そしてマチが5センチで、三角のところが7センチ、ここが5センチで、三角の高さが7センチとしましたね。これあんまり高いとやりにくいのと、上のファスナーがつけにくいですよね。まずこうして型紙は半分に折りまして、この下の輪のところが底の中心になりますね。で、そこがマチが5センチで、ファスナー20センチですから、20センチから5センチ引きました。15センチをまず引きます。そして高さ、この高さは半分ですからね、これ、型紙ですから2センチ5ミリ、マチの5センチの半分の2センチ5ミリで、三角が7センチと、その2センチ5ミリのこの線とをつなぎますね。こんな風に、この数字の通り、高さ22.5と7センチの三角をつないで、これこうなるんですよ。最終的にはこの半分です、これ。そしてこの7センチの三角とつなぐ線を引きますけども、ここが直角になります。ここね、これ紙何でもいいんですけど、直角のボール紙でも、もちろん物差しでいいんですけど、まあ物差し直角きっちりない人がいると思うので、これ長さが結構いりますから、このボール紙でいいですよ。しっかり直角の出てるものね。こうして両側の三角に直角の線を引きます。これ中90度です。そうしましたら、この三角の線と同じ寸法、ここね、7センチ5ミリあったんですけど、この同じ寸法をポイントします。これポイント、ここと三角が縫い合わされることになるんですね。反対側もポイントします。マークします。印します。同じ寸法ですよ、これ。そうしましたら、今度は脇線を引きます。これ脇の縫い線、これがこの下の底の輪のところから、これが直角に今のマークしたところを通ります。下ね、下の線と直角、これ直角ですよ。下の線に直角。これね、直角線。今のポイントのマークしたところと、下の輪のところが直角になります。これしっかり直角にしないとダメですよ、これ。いい加減な数字ですと、きれいな三角にならないんです。で、この直角の線を引きました。これが脇線になりますね。そして高さなんですけども、この底の部分から13センチの高さに決めましたよね。これまあ参考寸法なんですけど、ですからこの2センチ5ミリの平行線から13センチの高さを出します。13センチで、これが型紙になるんです。こうして引くと、上のライン、上のここね、ここ20センチになります。ここにファスナーがつきます。これはどんな三角にしても、どんなマチにしても、この法則で線を引けばきっちり、こうして、ですがカッターで今回切ったんですけど、きっちり引かないとダメです。きっちり引かないと綺麗な三角にならないんですよ。
で、これ型紙をカットしましたら、これは縫い代ついてないです。縫い代つけたらダメなんです。縫い代なしの型紙。そして布をカットしますけども、この時にこのまち5センチでしたよね。ですから5センチに上下に1センチずつ足すと7センチ。そして幅は15センチに7センチと7センチと1センチと1センチを足しますから、31センチの7センチの布が底の布になりまして、そして脇の布が高さ13センチにプラス2センチ、13センチにプラス1センチ、1センチ足して15センチ。そして幅が20センチに1センチ、1センチの縫い代を足して22センチ。これが脇の布2枚。そして今5センチの幅でしたから、5センチの仕上がりですから、5センチの線をしっかり引きまして、そして中心と布の中心と中心を合わせて、両サイドに縫い付けをします。まず1センチ、1センチの縫い代なんですけど、線引いた方がいいです。5センチの線。そして縫いましたね。これ縫いましたら、とりあえず割っておきます。印付けをしなきゃいけないので割っておきます。そして型紙を置きまして、こうしてざっくりこう印つけました。印はしっかりつけてくださいね。しっかりつけて、そして1センチの縫い代でカットします。しっかり印さえついてれば、縫い代が多少こう8ミリになったもいいんですけど、しっかり印だけはしっかりつけてください。そしてこれ切りましたら、もう一度印を確認して、こうして割れてますので、中側にもしっかり印をします。ですからこの縫い止めポイントっていうのが大事なんですよね。三角の頂点と縫い止めポイント。ですからこうして縫い代をこう開けて、そしてしっかりこの反対側にもポイントします。この印付けが大事ですよね。そうしましたら、待ち針打ちまして、この三角と三角のこのな斜めと斜めを縫い合わせします。ですから、こういうポイント大事ですよね。ポイントとポイントですか。型紙から見ればわかると思うんですけど、これここと後ろのポイント、これとこれ後ろね、それがしっかりぴったり合うように、型紙さえしっかりしていれば合います。これもファスナーポーチの小さめ、まあ小さめっていうか、もっと小さいのを作る方いらっしゃるけど、ファスナーポーチですから、なかなかやりにくいはやりにくいんですけどね。手縫いされる方は、これを問題、全然問題なくこれやれると思います。きれいに縫えると思いますね。これで縫えました。これセーバイアスではないんですけども、まあ斜めのカット玉ですか、両側が。結構縫いにくいは縫いにくいんですけども、一度返しますね。こういうふうになっています。こういうふうにできました。そうしましたら、ここでファスナーをつけます。しっかりこの線が合ってるかどうか確かめてファスナーつけますよ。これずれてたらもう本当にきれいにいかないんですね。そしてファスナーをつけてから脇線を縫いますけども、
ここからはもうポーチの作り方と一緒ですね。内布も一緒です。そしてこれ内布の型紙なんですけども、同じ縫い方してもいいんですけど、それは必要ないです。いつものあのこれの型紙でしたら、この形でしたらこの寸法、これ写真撮っていただいて、この寸法にマチの 2.5、2.5 カットしてマチ縫えば同じことになります。でこの途中でこうしてこんな風にね、これかっこいいですよね。これでトートバッグ作ったり、それからショルダーバッグ作ったらかっこいいんですけど、これどうするかというと、この好きなところ線引きますけど、あんまり三角の上の方だったら全然意味ないですよね。ですからある程度これ2センチのところで線引きましたね。そうしましたら最初と一緒です。まず布をカットするんですけど、今の線を引いたところにプラス2センチの縫い代をつけて、幅がそのこの今 A という寸法にプラス2センチ、2センチメートルのシームをつけて、縫い代をつけてカットしますね。幅がですから5センチの2センチのですか、これですと9センチですか、11センチの幅の31センチの長いものをまずカットして、上の方の側面の方は B プラス2センチですから、13から2引いたから11プラス2センチですから、13センチの22センチのものをカットすれば、今のこんなような底にこうしてちょっと布がこう切り替え線がある、そういう風にして、そして三角になってる、こんな風になります。これショルダーバッグでしたら、大きめだったら縫いやすいので失敗しにくいと思うのでやってみてください。一度また私の方もショルダーバッグも作ってみようかと思っています。